鬼滅歌ってください。わからない。北海やんちゃ、元ヤン丸出しの顔好き。私ヤンキー顔ってよく言われるんですよね。どうしてなんだろう。どこら辺がでしょうか。どのパーツがヤンキーなんだろう。なんか前も言われたんだよな。そうパーカーね、昔作ったんだよね。今日そのパーカー着てやればよかった。フレーバーの PV 好き。フレーバー、旦那さんとは仲いいですか。そうですね、もう仲いいっていうよりもなんかもう同志みたいな感じですかね。1歳の子が真剣にひなちゃん、極道の妻、極道の妻っぽいんだね。なんでだろうな。なんでだろうな。どこのフライドポテト、クワイナのポテトは好きかな。すごい好き。あー、お子さん寝かせに行ってきらっしゃい、頑張って。あー、ラビュー、ラビュー懐かしい。歌わないんですか。いや全然歌いたいですけどね、そういうのがあれば。あ、両方愛用中、ありがとう。五郎丸さんかっこいいですよね。かっこいいですよね。私本当に好きで、あの彼がすごいわーって人気が出た時に、でもなんか人気出てる時に好きっていうのなんかちょっとね、なんかねと思って言ってなかったんですけど、今回ね、まあ、引退されるということで、まあ、お疲れ様でした。でももう本当に完璧ですね、私の中ですごいタイプです。結婚したい。セイコーマートのおすすめ。セイコーマート最近行けてないな。よく周りから話しかけづらいオーラ出てるって言われます。え、私が、あなたが喋ってる声初めて聞きました。ゆあちゃんは色気のあるベビーフェイスのその顔になる。色気があるけどベビーフェイスって結構真逆の感じですね。そうなんですか。五郎丸まさと、え、まさとさんは全然五郎丸さんと全然違います。あ、いやすごい素敵だとは思いますけど、まさとさんと五郎丸さんは全然ジャンル違いますよ。ゆあちゃん見かけたら声かけて。あ、はい、ぜひ。ちょっと挙動不審になっちゃうかもしれないけど、パッツン似合うかな。私前髪パッツン似合うかな、どうかな。背低いからな。自宅です。そうです。あ、一番のクリスマスソングだと思う。嬉しい。え、茨城にセコマあるの。そうなの。やっぱホットシェフ、ホットシェフじゃないですか、セコマはね。結婚式来てほしい。そんな誰も知り合いないのに。京都行きたいな、京都行きたいな。いいね、和菓子とか食べたいな。ネイル綺麗、キラララン。女子スタに出てきたドールちゃんはいます、いますよ、います、そこに。肌綺麗ですね、ありがとうございます。でもここに今ニキビができちゃった。身長何センチ、多分ね150ぐらいかなと思います。確かそのぐらいだと思うんだけど。今日寒いよね。今日寒いよ。もう早く春になってよ。私チビですがパッツンの方が似合うって言われます。やっぱね、背が低くてパッツンやっちゃうと、やっぱ服相当考えないとすごい子供っぽくなっちゃうから、バランスですよね。でも似合うなら全然いいと思います。札幌でばったり、札幌でが一番会えると思います。正直女子スタのロケで結構大人数で街中とか移動してたりするんで、すごい目立つと思うから、東京よりなんか会えそうな気がする。ゆあちゃんの裸眼メイク、もうずっと裸眼ですね。今も何もつけてないです。もうまつげもつけなくなっちゃった。なんかね、たまーにすっごい久しぶりにつけてみようと思ってまつげつけたらもう似合わないんだよね。
なんかあれと、もうずっとつけてなかったから違和感。栃木に来たことありますか？あ、私ね、あの都道府県全部行ってますよ、日本は。クリスマスイブ入籍して記念日に USJ、 あ、 USJ いいな、行ってみ、行きたいな。修学旅行以来行ってないな。ごめんね、ママ、フルバージョン見た、ありがとう。自まつげです、はい、自まつげです。あ、結婚式でごめんね、ママ、ありがとう。フェスティバル広島ね、行ったね。紫ヘア復活してください。一回やったんだけどね、割と最近。鹿児島も行きたい。嬉しいな、泣ける。なんかね、やっぱこんだけ、え、何、メイク方法変わってないですか？え、だから変わりましたよ、もう全然。まあ、やっぱ一番はやっぱカラコンとまつげつけてないことが一番大きく変わったんじゃないですかね。まつげパーマやってません。日に日に若くなり、嘘、またまたまた。雨の下のほくろ、みんな書いてね。写真撮ってもらったことある、ありがとう。え、今30分ぐらいやったか。誰かお話しします？誰か話したい人います？私と、あの前ね、やったらお顔出せないという人がいた、あのぜひお顔出せる人もしいたら、じゃあリクエストくださいね。どうやってやるのか忘れちゃったかも。話したい、話したい。じゃあリクエストしてください。じゃあ一番最初の人にしよう。ちょっと待って、逃さないようにしないと緊張する、しないで、大丈夫。話したいけどすっぴん、こ、あのなんかあれじゃない、あのなんだっけ、このスタンプじゃなくてのやつとか。え、誰からもリクエスト来ないしたけどえ、誰からもリクエスト来ないんだけど、悲しい。え、だから、あ、来た来た、リクエスト来た、この人。じゃあ、あれ、これでいいのかな。あ、参加待ち。お、お、来た。こんにちは。こんにちは。あー、こんにちは。こんにちは。今何してたんですか？今お風呂上がって洗濯物を干そうとしてるところです。え、自分で洗濯物やられてるんですか？あ、そうですね。えらーい今立ちながら喋ってるんですか？あ、そうですそうなんだ。え、私のことは何で知ってくれたんでしょう？いや、ずっと昔からですね。何の曲が好きですか？僕はあのマイストーリーとリトルガール。またコアなところ行きますね。そうですシングルじゃないとこ行きますね。大好きです。嬉しいです、ありがとうございます。なんかせっかくつながったんで、なんか聞きたいこととかありますか？いや、何も今もう頭真っ白です。真っ白真っ白なんですか？そうですね、びっくりしました。もうこんな機会なかなかないから、いいの、いいんですか？なんかめっちゃ困ってるあれ、奥さん、奥さん笑ってます？そうですね、奥さん笑ってるじゃないですか。うーん、マジで困ってるそう、いや、いいですよ、無理しなくていいですよ、無理しないでください。そっか、じゃあちょっとあのまた何かライブとかなんかイベントとかで、なんかもし会える機会があったら、またぜひ家族で遊びに来てくださいね。あ、
一度でもみんな会ってるんですけど。あ、嘘。子供抱っこしてもらってます。え、何の時だろうか。金山明日ね、愛知なんですけど。え、アスナル、あの、アスナロ、あ、え、アス。アスナル。何回か行ってる、そこ。そうだそうだ。ありがとうございます、その説は。もう何年前だろうね、あれ。7年前みたいです。おまいがー、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと私もまたライブできるようにちょっと頑張ります。その時はぜひまた遊びに来てください。あれ固まっちゃったね。またその時はよろしくお願いします。じゃあありがとう。またこの続きもまた見てください。はい、あ、見てます。バイバーイ、はい。これどうやって終わるの？そっちが切るのかな？なんで何度？いや、すごい切れや。俺が切ればいい。あ、こうだ。お、話しちゃった。明日なるか。明日なろじゃないよ。明日なるだ。もう一人ぐらい行きますか。もう一人ぐらい行きます。すごい時代だね。お、リクエスト来た。 Go! 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 すごい時代じゃない、本当に。こんな気軽に話せるなんて。あ、ハロー、こんにちは。メガネ、こんにちは。めっちゃすっぴんやん。いいよいいよ。いや、こんにちは。こんにちは。お名前は？プール行った。プール行って何行ったの？プール行った。プール習い事で習ってんねんな。トイレ行った。トイレした。プールで？プールのトイレやな。あ、プールでトイレに行ったのね。そうか、プール楽しい。嫌がってるけどな。え、そうなの？そう、嫌って言いながら行ったら笑顔でやってます。あー、そっかそっか、うん、え、今何歳ですか？今3歳です。あ、じゃあ同い年ですよね。何月生まれですか？ね、9月です。あ、4ヶ月違いでさ、うちと。あ、そうだ、そっちの方が早いのかな。そう、うちは5月なので。あ、じゃあお兄ちゃんや。そうなんです。そっか、プール、いつから通ってるの？え、もう最近、あのね、9月に3歳になってから。向こう？あ、なんか来た。これ、あの、鬼滅の。あ、これも鬼滅のキャラクターなんですか？なんか見たいですね。私、全然見てないんですけど。鬼滅って、こんな3歳とかが見ても面白いの？いや、多分ね、内容分かってないと思います。あ、そうなんだ。決めちゅう、うん、決めちゅうかわいい。決めちゅうだね。ゆあちゃん、ゆあちゃんやで、ゆあちゃんって。ゆあちゃん。ゆあちゃんって。え、ちょっと怖いんですけど。若干怖いんですけど。プールは、うん、9月の3歳になってから行ってます。あ、じゃあ割と最近なんだ。そうなんですよ。まだ数ヶ月で。じゃあこれからどんどん楽しくなるね。そうですね。うん、そう思う。うんうんうん、早く泳げるようになってくれたら嬉しいんですけど。すぐなるよ。すぐなる。うん。子供ほんと早いから。もうなんか、一番ちっちゃくて、うちの子が。え、そうなの？そう、他の子みんな大きいんですけど。うんうん。なんか大きい子ばっかり。身長がってこと？身長が、身長が、体が。あ、そうなんだ。そっかそっか。うん、もう今の時期はこの今しかないからね。本当ですね。子育て頑張りましょう。ねえ、頑張りましょうね。なんか、せっかくなんで、うん、質問ありますか？質問。アンパンマン。あ、アンパンマン。質問は、ごめんごめん。結婚式はしませんか？私？うん。あ、しましたよ。あ、したんだ。はい。知らなかった。親族だけですけど。ああ、なるほど。なんで、もう本当に少人数で、うんうん、あの、明治神宮であげました。あ、そうね、和装で。アンパンマン。和装です。来た。あの、
おじいちゃんおばあちゃんに見せたくてっていう、うんうん、それだけのためにやったところがあったので、あーそうなんですね、なんか和装の方が、うん、あの喜んでくれるかなと思って、私も和装と洋装両方しました。おー豪華なあのめっちゃゆあちゃんの曲流しました。嬉しい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にそっか、そしてねお子さんが生まれてね、うん、そうなんです。そっか、そうなんだ。そう、結婚式はねそんな感じで、まあこじんまりですけど、うん、したんです。知らなかった。多分知らない人多いんちゃいます。まああの報告してないから私がそうです、別にあの隠してたつもりもないんだけど、でもあの、うんうん、いやなんかさ和装の写真なんかインスタに載せるのもちょっと恥ずかしい。載せてほしい。めっちゃリクエスト。本当ですか。うん、白むく？白むく。白むくでした確か。それは絶対みんな見たいって言ってるみんな。本当見たい？うん、絶対今見る？見たいと思う。今見ます？え、見れるんですか？ちょっと待ってね。はい。よいしょ。なんかあるかな？ちょっと待ってね。待って、恥ずかしいかも、やっぱり。本当ですか？めっちゃ恥ずかしいかも。ちょっと待ってね。どれがいいかな。なんか一人で写ってるやつ。うん。あ、これとか、あの、なんかオフショットみたいな感じでもいいですか。はい。あー、すごい！かわいい！めっちゃ似合ってる！モデルさんみたい、モデル。これは、あの、なんだろう、頭の白いやつを取ったバージョンですけど。カツラつけてたんですね。カツラバージョンのやつが今ので。こっち。よいしょ。こっちは、あの、これバージョン。あー、なんだっけ？なんですっけ？帽子。これ名前なんて言うんだろう。忘れちゃいました。恥ずかしい。わあすごい。そう、こんな感じですよ。子供生まれてからでした？お腹の中にいました。あーなるほど。確かね 3,4 ヶ月くらいかな、うん、お腹にいて、なんかちょうどつわりぐらいですごい気持ち悪かった記憶があります。そうなんですね。じゃあ頑張って取りに行ったんですね。そう、もうね、うん、脱いだ後倒れ込みました。もうつら重たすぎて。重たいですよね。そう着物で多分一番重たいイメージがある。すごい重たかった、ね、でも洋装もね取ったんだもんね。洋装もはいやりましたね。私なんかほら衣装とかでドレスみたいなのをよく着たりとかするから、はい、なんかもういいかなとか思って、もう本当にそう、おじいちゃんおばあちゃんに見せるためだけに来たって感じで。なるほど。それやったらね、和装の方がね、そう喜びそうですね。そうあ、てかさ、まだ 寝なくて大丈夫なの？10時だけど。そう、うちの子ね、寝るの遅くて、23時とかまで起きてるんですよ。わお。お昼寝なし？お昼寝してます、あの保育園で。ね、お昼寝やめてほしいよね。本当にお昼寝やめてほしいよね。おむつ取れてます？おむつはね、もう1年以上前に取れてて。すごい。多分、確かね、2歳なったぐらいとかかな。ママ来た。うん。ああ、そうなんや。早いですね。結構早かったかもしれないです。でも、あの、夜間はまだ出ちゃうんで、あの、寝るときだとおむつ入ってます。心配ですよね。そう。だけど、おむつは普段はね、もう履いてないです。いや、すごい。今、まだおむつ？まだ、ね、保育園では、あの、普通のパンツ？あ、じゃあもう。履いてて、家では、家帰ってきたらおむつね、買えます。ね、掃除大変だもんね。そうだよ、ね。この前お風呂場でうんちしちゃって。オーマイガー。オーマイガー。お風呂場でよかったじゃん。
そうなんですよ。お風呂でうんち。そんな恥ずかしいこと言わないでっていうの。ママそんなこと言わないでって。恥ずかしいな。だよ。ほら今みんな見てるからね。だようんち。うんち。だようんち。トイレでうんちね。そうだね。そうだね。トイレでしなあかんな。うん、そうだね。頑張ってね。頑張ります。おむつ取れるように頑張ってね。応援してるよ。ありがとうって。ありがとう。スクショだけいいですか？いいよ、どうぞ。はーい。いきまーす。甘いわ。あ、ありがとうございます。甘いわ。じゃあまたねー。はい、ありがとうございました。グッドナイト。バイバイ。あー、かわいかったですね。ね。成長だね。そうだ。お、リクエストがいっぱい来てる。どうする？まだやる？まだやる？もう一人ぐらい行く？どうする？どうしようか。もう一人ぐらい行こうか。どんな人かな？これで次でラストにしようか。これついてやべえ。わあ！やばい。こんばんは。やばい、こんばんは。何さんですか？やばい。琴乃です。え？琴乃です。琴乃ちゃん？はい。琴乃ちゃんっていうの？すごい珍しい名前だね。かわいい名前だね。高校生ぐらいから。ちょっと待って。ちょっと待って。後ろにさ、後ろに刀2本ない？剣一剣3本あります。え、なんで？え、鬼滅です、これ。え？鬼滅。鬼滅です、これってどういうこと？鬼滅の刀？なんていう？鬼滅の刀。ちょ、今さ、一番最初に目に入ってきたよ、それが。いきなり、え、どういう家なのと思って。息子が鬼滅すごい好きで。いや本当にすごいんだね鬼滅って。だって今3人にしか電話してないのに2人鬼滅のグッズ持ってるってすごいよね。そうなんだ。へえ、そうなんだ。鬼滅、そうなの、すごいね。面白いんだやっぱり。そうなんですよ、面白い。私が好きで子供も巻き添えみたいな。え、やっぱあの漫画で読むのがおすすめですか？そうですね、漫画の方が自分の世界に入れる。そうなん、なんかね、あれ映画だっけ今。映画？あ、はい、映画。映画とか、あの、なんだっけ、あ、映画だけだっけ。アニメはやってないのかな。あ、アニメはもう一期みたいなやつが終わって、その続きが映画でやってるみたいな。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でももう完結したんですもんね。あ、しました、この間。単行本で。完結したって聞いたら、ちょっと本当に読んで、一気見したいですよね。めっちゃ面白いんで、もうぜひ読んでください。見たい、貸して。貸します。本当に、ちょっと気になるな、本当に。こんだけ早く、私遅れてるね。ついてきてないな。ダメだな。ちょっと、敏感にならないとですね、今の流行り。流行りにね、だいたい乗れてないから、何を、な、すべての流行りに対して。なんか息子くんとかもあれじゃないですか。あの、保育園で仕入れてきません？そういうの。全然一回も聞いたことない。なんでだろう。結構お外で遊んでたりするから周りの子もそんな感じなんですかね。なんでだろう。そう、インターだからかな。そうなんだ。あるかもしれない。なんか一回も聞いたことないかも。もう大体本当ウルトラマンか仮面ライダーの話しかしてない。ウルトラマン仮面ライダーか。そっか、ちょっとびっくりしちゃったよ。いきなり後ろに剣がある。刀。あ、刀か。本当に。そっか、みんな、あ、コメントにもみんな鬼滅。面白い、鬼滅、うん。へえ、そうなんだ。なんか、あの、みんな、今までのライブも今見てくれてたんだよね。あ、見てました。なんか、ありますか？質問。質問。私聞きたいこととか。聞きたいこと。私高校生からゆあちゃん大好きで。え、おいくつですか今。今28です。あ、まだ若い。28。
高校生。あ、そう、高校生の頃から。な、え、何で知ってくれたんだろう。なんかその時すごい、なんでだろう、歌を聴くのが流行ってるみたいな。でも歌を聴くのが流行ってる。そう、なんかみんな結構山奥の高校だったんで、もう歩きながらバンバン流すみたいな感じでやってて、イヤホンで聞くんじゃなくて、もラジカセとか持って歩く感じなの？もう携帯から直で流すみたいな。携帯で流し、外に向けて音を流しながら歩いてくの？そうです、そうです。みんなでもう、みんなでこう集団登校しながら、みたいな。すごいね。暴走族みたいだね。歩いてる暴走族みたいな。暴走はしないんですけど。そうなんだ。うんうん。あ、その時とかによく聞いてくれてたんだ。あ、そうなんです。そう、多分、会いたいとかそこら辺ですかね。そっかそっか、そのそっか、もう10年以上前とか。そうだね、高校生ぐらいか。はい。そっか、そっから聞いてくれてるんだ。そうなんですよ。嬉しい。いつかな、ちょっと間空いちゃってるんですけど、うんうん、子供を産んだ、私19で産んでるんですけど、一人目。おうおう、うん。で、そのじゃあ今お子さん何歳？8歳。8歳です。もう大きいね。そうなんです、もう2年生で。男の子？上は女の子で、下が男の子。2人いるのね。そうなんですよ、2歳の子がいるんですけど。そうなんだ。うんうんうん。いや、それでそれで、あれだ、あの男の子ってやっぱ女の子と違ってすごいやんちゃじゃないですか。うん、ええ。ええ。男の子できるまでもう全く想像できなかったんですけど。上が女の子って言ったっけ？そうそう、上が女の子です。うんうんうん。もうやることもすごいし、なんか家中落書きとかもうすごいんですよ、うち。家中落書きやばいね。そう。あ、そう。そう。だし、もう物は破壊するし。うん。だからこの剣も結局、あれです、武器。あ、武器になっちゃうんだね。武器になってるし。うん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 、これで私何回やられたことかっていう感じだし。わかるわかるよ。そういう時ってどうしてます？怒ります？内容によるけど、うん、家中に落書きは怒る。怒る。でも、うん、その代わりどこか家のどこか1個のスペースだけ落書き OK な場所を作るとか。壁ってことですか？もうここだけは壁いいよみたいな。もうこのスペースの壁だけはじゃあもういいよって書いて、だってさ、家中に書かれてんでしょ。はい。だったら一箇所の方がよくない？まあ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 、そうですね。そうだから一箇所をもうそういうスペースにして、まあ、壁紙が嫌だったらなんかもうでっかいホワイトボードとか、あ、落書き OK ななんか黒板にするとか。はいはいはい。なんかそういう感じにしちゃうとか。まあでもね、いや、なんか全部ダメダメ言ってんのもあれだから。そうですよね。でもなんか家の中のものを壊されるのは困るじゃん、やっぱり。めちゃめちゃ困ります。でもやっぱきっとエネルギーが有り余ってるんだと思うから、やっぱまあまあ、やっぱ外連れ出して公園とかでも発散させるか。私はね、あの、まあ、習い事でプールも行ってるんだけど、それとは別で、家の近くになんかプール、何、誰でも行けるプールみたいなのがあって、うん、そことかに、お昼寝をしてる日とかは、あの園でお昼寝とかしてたら夜寝ないから、うんうん、そういう日とかは夜ご飯早めに食べさせた後にそこのプール連れてっても思いっきり泳がしてから帰ってきて寝かしたりとか。やっぱね、あり余ってるから寝ないし、やっぱ発散する場がないとやっぱストレスになるだろうから、なんかそういう場をもうやっぱ作るしかないよね。うん、そうですね。でももうさ、ずっと怒ってるとさ、向こうも怒られ慣れてくるっていうかさ。あ、そうですね。もう何も感じ、ま、怒ってるみたいな。うん、なんかはい、なんかもう右から左状態だから、
だからずっと怒ってるっていうよりはもう部分的にポイントで怒るみたいにした方がやっぱ効果的な気はするよね、うんうんうん、きっと。いやでも私より先輩だからね。え、全然全然もう上の子はもう手がかからなさすぎてあ、そうなんだ。そう、もう落書きとかもやっぱしなかったし。やっぱ兄弟で違うんだね。全然違いますね。なんか私は女の子育てたことないからわかんないんだけど、そう、なんかたまに友達の子供とかが本当におとなしくていい子だったりするんだけど、もう本当に不公平だと思った、うん、こんなの不公平だって本当に同じ子供なのでそう叫びたくなる時があるんですけど、でもね、すごいプラス思考に考えると、そんだけそれこそエネルギーがある子で、うん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 、すごいいいことだとも思うんですよ、うん、やりたいことをやりたい、言いたいことを言いたいっていう自己表現ができるっていうことだから、うんうん、やっぱそういうふうに無理やりプラスに思っていくしかないよ、うん、そうですね、そうやって頑張っていくしかないですよねそうだね。でも今男の子の方は何歳だっけ？2歳です。あ、まあ2歳か。2歳、じゃあまだまだ大変だね。そうですね、もうなんか最近ちょっと前ぐらいからもう何でもいやいやいやで。そっか。でも本当に思うけど男の子は本当にママ好きだから、そうですかね。うちもうすっごいパパっ子で、どうしようって思うぐらいパパっ子なんですけど。でも最終的には絶対ママが好きだよ。そうですかねって思う、本当に。あ、だから世の中ってこんなにマザコンっていう言葉があるっていうのはなるほどなっていうか、うん、なんかやっぱり男の子はみんな本当にママ好きなんだなって思うから頑張ろう。頑張りますあと一個だけいいですか？うん、いいよいいよ。私ゆあちゃんがすっごい大好きで、子供女の子一人目産んだ時に、うん、もう名前が決まらなさすぎてどうしようって思って、うん、で、その時の、私、バツイチで上の子と下の子、パパが違うんですけど、うんうん、一人目の時のパパが、じゃあなんか、私がそのゆあちゃん好きだから、ゆあでいいじゃんって言われて、うん、でもな、ちょっと丸パクリすんのはなっつって、上の子、ゆうあって名前なんですよ。あ、ゆうあ？ゆうあ。ゆうあ。ゆうあです。うん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 。ゆあちゃんからいただいて、すいません、いただきました。そうなんですね、はい、会いたかった。もう寝てるでしょ？寝てます。もう9時に就寝なんで、うち。いや、そうだよね、そうだよね、はい、うちももうそれぐらいそれぐらいにはうちも寝てる。そう、もうお布団連れてってみたいな感じなんで。そっかそっか。じゃあちょっとゆあちゃんにもうまた会えるように、また何かあるときは、ぜひ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 遊びに来てください、はい、ありがとうございます。ありがとう、本当に。スクショだけ私もいいですか？うん？スクショだけいいですか？あ、いいよいいよ。先生、撮ります。ありがとうございます。はーい。すいません。バイバイ、おやすみ。おやすみなさい。あ、というわけで、ありがとうございました。3人。ごめんね、ちょっと風邪ひいてて。3人お話ししてきましたが、もうそろそろ1時間経ちますね。そろそろお別れの時間かな。みんな今日久しぶりのインスタライブ見てくれてありがとうございました。またやってほしいな。またやろうね。ありがとうございました。ありがとう。アネラちゃんはおとなしい、おとなしいよ。うん。ちょっと、ね、スクショタイムってみんな言うんだけど、どういうことなんだろう？今スクショできるんじゃないの？なんか私が下、ポーズを取ってっていうことかな。そういうこと？なんかしてほしいポーズありますか？週1でお願いします。またやるね。
ごめんね、鬼滅の歌歌ってっていうのに歌えないんだよね。わかんない。どの歌だろうか。あ、ポーズ。どんなポーズがいいですかね。ピースでいいですか。こういうこと？こういうことですか？カメラ目線、え、これカメラ目線来てる？恥ずかしいな。いいですか？はい。こんな感じで。そう、ライブの時に風邪ひいたら、これ本当に私ライブの時ほんと風邪ひいちゃうんだよね。メンタルからかな。もう鼻声のまま歌ったりしてます、はい、またね、ちょっとあの前回からね、インスタライブちょっと空いちゃったんだけど、ちょっとまたやりましょう。待ち受けにする。ほんと待ち受けにするの。何枚も撮れ、あ、三好ちゃん、ちょっと三好ちゃんリクエストしてほしかった。ちょっとまた三好ちゃんインスタライブやろうよ。いや、もっと早く言ってよ。もうみよしちゃん、いや、じゃあまたね、次回。じゃあちょっと三好ちゃんに連絡しよう。三好ちゃんと一緒にインスタライブまたしたいな。まあ、あの三好ちゃん2人目がね生まれましたので、あの2人の子育てについてとかもちょっと聞きたいし、で、アイクちゃんもね、またね、うん、やりましょうやりましょう。今真っ暗、またやろう、今見たとか言って。じゃあ次回、じゃあ三好ちゃんやりましょうね。 OK、 じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。ゆあでしたー。